マーティー・ライトはアメリカ合衆国のプロレスラー。アリゾナ州フェニックス出身のアフリカ系アメリカ人。怪奇派ギミックのブギーマンとしての活動で知られている。ボディビルダーとして、あと39歳にしてプロレスラーに転校。タフイナフ出身であるが、準決勝で30歳と年齢を詐称していたことが発覚して失格。しかし、抜群の身体能力や、 フェースペイントを施した独特の存在感などが WWE 側に注目され、オビュー所属のレスラーとなった。このオビュー所属中、アメリカに古くから伝わる伝説上の怪物であるブギーマンのギミックを用い出す。2005年7月11日に w w e への昇格を果たし、RAW に登場したが、直後膝の負傷により離脱している。 同年10月14日に WWE 再デビューを果たし、スマックダウンに登場。以後、怪奇派レスラーとして活動し、対戦相手にミミズを食べさせるなどの機構で注目を集める。その後も、会場や試合中のリングに突然現れては、口に含んだミミズを男女問わず相手の顔に吐き出すなどしていた。以降、会期派でありながら、ベビーフェイスという独特なポジションのも 2006年は JBL やブッカー T などのビッグネームと構想を展開。ロイヤルランブル2006では JBL を瞬殺レッスルマニア22でもブッカー T を瞬殺したが、この試合が原因で怪我を負い、長期欠場を余儀なくされる。その後、9月20日に WWE より契約解除が告知されたが、10月6日に再契約が発表され、 10月27日より、スマックダウン復帰を果たした。2007年6月11日、RAW で行われたドラフトにより、スマックダウンからイカップリングウィズに移籍。翌6月12日、マットストライカーを相手に勝利する。その後、彼の教え子である、ビッグダディブイと抗争したが、その圧倒的な重量感の前に敗れた。以降、またも、 負傷のために1年以上もの長期欠場に追い込まれる。2008年10月13日の RAW にて復帰したものの、以前ほどの活躍は果たせず、2009年3月3日付で WWE を解雇された。WWE 解雇後、ブッカー T が主催する団体ぽい所属となり、ぽいを中心に MWF、NWS などのインディー団体に、スライサー、 ナイトクローラーというリングネームを使い分けて参戦した。2012年12月17日、WWE、ER、RAW のスラミーアワードにて、ブッカーティーがプレゼンターを行った際に登場するが、姿を現しただけの出番で終わった。2015年1月25日、WWE の PPV、ロイヤルランブル2015のロイヤルランブルマッチに7番目に、 サプライズ出場するが、わずか1分足らずで、ブレイ・ワイアットにより脱落させられた。2015年11月7日、ツイッターで WWE とレジェンド契約を結んだことを発表した。ありがとうございます。